当千葉釣り出身で京都新聞杯を制したアスクワイルドモアの判定が登場です。おじに青葉賞を勝ち馬で天皇賞秋でも2着となったペルーサがいるという活気あるファミリーを背景に持ちます。大きなフットワークで綺麗な走りを披露する本馬、牧場の調教でも一波乱11秒台の時計をコンスタントにマーク。 2000m 以上のビッグレース使用競争が視野に入るスケールの大きな一頭です。上場番号54番ラ・セレシオンの21位。参りましょう。2000万円からでございます。ラキはボルドグフーシュ追い込んでくる。前はアスクワイルドモア、デローダッシー、アスクワイルドモア、最後はアスクワイルドモアだ。ゴール3番アスクワイルドモア、岩田未来を見事最後の最後捉え切りました。